こんにちは、日向陽一です。それでは今回もまた、デボーションシェアということで、ペテロの手紙第2の1章を読んでいきたいと思います。ペテロの手紙第2は、再臨について、そして、異なる教えについての、警告というか、そのような、主な内容になっています。はい、では一章一節から読んでいきます。イエス・キリストのしもべであり使徒であるシモン・ペテロから、私たちの神であり救い主であるイエス・キリストの義によって、私たちと同じ尊い信仰を受けた方々へ、神と私たちの主イエスを知ることによって恵みと平安があなた方にますます豊かに与えられますように。私たちをご自身の栄光と栄誉によって召してくださった神を、私たちが知ったことにより主イエスの神としての道からは命と経験をもたらすすべてのものを私たちに与えました。その栄光と栄誉を通して尊く大いなる約束が私たちに与えられています。それはその約束によってあなた方が欲望がもたらすこの世の腐敗を免れ、神のご性質に預かるものとなるためです。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるなら、私たちの主イエス・キリストを知る点で、あなた方が役に立たないものとか、実を結ばないものになることはありません。これらを備えていない人は盲目です。自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって、近視眼的になっているのです。ですから兄弟たち、自分たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。このようにして私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの永遠の御国に入る恵みを豊かに与えられるのです。ですからあなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです。それを思い起こさせて、あなた方を奮い立たせることを、私は地上の幕屋にいる限り、なすべきだと思っています。私たちの主イエス・キリストが示してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。ですから、ぜひとも私が去った後いつでも、あなた方がこれらのことを思い起こせるようにしておきたいのです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨を知らせましたが、それは巧みな作り話によったのではありません。私たちはキリストの意向の目撃者として伝えたのです。この方が父なる神から誉れと栄光を受けられたとき、厳かな栄光の中からこのような御声がありました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。私たちは聖なる山で主と共にいたので、天からかかったこの御声を自分で聞きました。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜が明けて、明けの明星があなた方の心に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めているとよいのです。ただし、聖書のどんな予言も勝手に解釈するものではないことを、まず心得ておきなさい。
預言は決して人間の意思によってもたらされたものではなく、聖霊に動かされた人たちが神から受けて語ったものです。はい、ということで、第2ペテロ、冒頭の部分ですが、まあ一節二節の部分は、挨拶ですね。で、まあ三節から十一節は、まあ、この熱意を傾けて、まあ、5節で、あらゆる熱意を傾けて信仰には徳を、徳には知識をというふうに、まあ、信仰による、なんて言うんでしょうね、成長というか、その恵みにおける成長ということを、熱意を傾けて、まあ、加えていくということ、そのことをペテロは進めているわけです。で、同じように、同じようにというか、そのことを、思い起こさせるのが、まあ、自分のなすべきことだということを12節13節ですね、ペテロが語っているわけですけれど、これはですね、ペテロが間もなく、まあ、殉教をするということを、考えつつ、書いた手紙だということがわかるわけです。この地上の幕屋にいる限りなすべきことだと、なすべきだと思っていますというふうに書いてありますので、地上からこの幕屋から、移される時が近いということですね。だから、14節に、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。ですからぜひとも私が去った後、いつでもあなた方はこれらのことを思い起こせるようにしておきたいのですということですね。つまり、ペテロは、まあ、間もなく、処刑される、まあ、それが分かっているということですね。で、だから、まあ、いわゆる遺言ですよね。あの第二テモテの手紙が、まあ、パウロの遺言であったように、まあ、新明記が、モーセの、まあ、遺言説教であったように、第二ペテロの手紙というのは、まあ、ペテロが最後にこれだけは伝えておきたい、そして思い起こさせたいと願った大切なことが書かれているわけです。で、ペテロは、まあ、キリストの、意向の目撃者として伝えたのですと16節、つまりイエス様と共に歩んだ、そして最も近くでイエス様の栄光を見たものとして、最後にこれを書き記しているわけですね。イエス様が、バプテスマを受けた後ですね、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと、いう、まあ、父の声、まあ、父なる神の声を聞いて、旗のように聖霊がイエス様の上に下るのを見ました。で、そのようなものを実際見た、私はそれを伝えてるんだということですね。目撃者として伝えたのです。そして、まあ、自分で聞いた、この御声を自分で聞きましたと18節で、その後に、まあ、19節から21節で、また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っていますと、神様の声を直接聞いた、ペテロが、まあ、さらに確かな予言の御言葉を持っているというふうに語っているわけです。つまり、まあ、旧約聖書をこの場合指しますけど、まあ、文脈的にというか、あの意味的には私たちは新約聖書も含めて聖書というふうに理解していいと思いますけれど、この聖書が確かなものである、そして暗いところを照らす灯火なんだということを、まあ、ペテロは言っているわけですね。で、
まあ私たちの信仰の歩みというのが、ここに書いてあるわけですね。先ほど触れましたけど、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらがあなた方に備わり、ますます豊かになるならというふうに、書かれています。つまり、あらゆる熱意を傾ける、つまり、第一優先事項としてというふうに理解することができると思うんですね。イエス様を知ること、そして神様の愛に満たされて歩むこと、それによって作り変えられること、それが私たちの人生の一番大切なことなんだ。そしてそれがますます豊かになる。それが今日一日の私たちの最も大切なことなんだということを覚えさせられます。そして9節、これらを備えていない人は盲目です。以前の自分の以前の罪が清められたことを忘れてしまって近視眼的になっているのです。この問題がある、これが大変だということで、近視眼、目の前にあることだけに捉えられてしまっている、盲目、霊的な盲目というものがあるということですね。ですので私たちはその霊的な盲目から以前の罪が清められたことを忘れてしまうこと、そして近視眼的になることから、守られるため、信仰には徳をというふうに、ありますし、そして御言葉によって作り変えられる、その必要があるということを覚えさせられます。で、私たちは真理を知っていますけれど、その真理は真理に固く立っているというふうに12節で書いてありますね。あなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです。つまり私たちは真理を知っているからといって自動的に成長できるわけではないということですね。真理を思い起こさせてもらう必要がある。ですので御言葉に親しむこと、そして霊的な指導者であるペテロ、または牧師の説教を聞くこと、それが私たちには本当に必要なんだということを、教えられます。御言葉に目を留めつつ、私たちがこれらの霊的な賜物が私たちのうちにますます豊かになるように、これらが私たちに備わりますます豊かになる、そのことを願いつつ、そのことを求めつつ、主の御恵みの中を歩ませられる一日でありたいと願います。盲目、近視眼的になること、これほど恐ろしいことは私たち信仰者にとってはないんだということを覚えたいと思います。では祈ります。天のお父様、ペテロの遺言の手紙、第二ペテロ、今日から読み始めています。どうか私たちが真理を思い起こさせていただくために、あなたの御言葉に目を留めることができるように、そして私たちがこれらの霊的な賜物において私たちにそれらが備わりますます豊かになることができるように、私たちがあらゆる熱意を傾けてこれらの霊的な性質を私たちのうちに加えていくことができるように助けていてください。すべての良いものは父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神である、三位一体の神であるあなたのうちにあるということ、そしてそれら人三つの人格であるあなたとの豊かな交わりのうちにあるということを私たちに教えてくださいますように。この時を感謝して
イエス様のお名前を通してお祈りします。アーメン。それでは今日ここまでにしたいと思います。ありがとうございました。